局の名誉損なんで、うん、だったら戻ってきて任意の上長職受けた方が、うん、まあ、むしろスッキリするんじゃないかなっていう気はしますけどね。ガッシーは仲いいんですか？ガーシーはこの前僕ドバイで初めて会いまして、初めてなんですね。初めて会ったんですけど、うん、本当にたまたまお寿司食いたいって言って、うん、でドバイの僕のアテンダーの人が連れてってくれたお寿司屋さんにたまたまいたんですよ、うん、カウンターに座ってて、ただまあお客さんと一緒におられたんでいきなり声かけるのも失礼かなと思って、はい、そしたら一緒に喋ってたお客さんっていうのも僕同じマンションで知ってる人だったんですよ。でガーシーのサロンの撮影をしてる撮影チームも僕知り合いで、うん、でそのサロンの決済をしてる人も僕知ってる人でみたいに、うん、なんか知り合いばっかりにドバイで張ってみたいなところから6時間ぐらい会ったその日にちょっと話したみたいな。なんかこんな感じで、あの同じ場所で6時間ずっと、6時間も喋ったんですか？6時間なんかだから気がついたら僕ちゃんとか言ってましたよ。ガーシー日本記憶するんですか？いやだから今日ガーシーがだから警察の取り調べって朝からニュースになって、うん、あ2位ですよね。そうだ、2位。だからもう1時から緊急記者会見開いたんですよ。うん、どうなるんですか？いやでガーシーはだからもう戻ってくるっていうことを本人は言ってるので。マジっすか？ただ具体的な日は決めてないんですよ。そうなんですか？ただ確かにまあ脅迫と名誉そんなんで、うん、もうだったら戻ってきて任意の上長職受けた方が、うん、まあ、むしろすっきりするんじゃないかなっていう気はしますけどね。だからちょっと弁護士とそこは相談してると思います。どうでも任意の聴取とかそのまま持ってかれることありますよ。いやもちろんだから、うん、そのまま持ってかれることがあるので、はい、だから僕としたら変えてきてほしくないですよ、うん、上司の立場としては変えてきてほしくないです、うん、でも僕がガーシーの立場だったら変えてきます。日本それぐらいのことだったらまあ。ああ逆に脅迫と名誉毀損ぐらいであれば、あれに逮捕されたとしてもそんなに長いこといるわけじゃないので、うん、であればもうそこでクリアした方がやりやすいんじゃないかなと思います。あれ罰金刑だと失職するんでしたっけ？罰金刑はセーフです。うん、はい、いわゆる収監されなければセーフ。いや執行猶予は、執行猶予はセーフです。あ、そうなんですね。僕執行猶予です。あ、そっか、はい、あのいわゆるその政治家としてやっちゃいかん法律が3つあって、贈収賄と公職選挙法と政治的規制法。この間千葉の人が略式で、千葉のちょっと名前忘れましたけど、衆議院議員が政治資金4000万載せないで略式起訴されます。略式は有罪なので、うん、罰金刑でも失職なんですよ。だから彼はもうどうしようもなかったんですけど、ガーシーの場合はついに来るんじゃないですか？ガーシーが来るって言ったら大変なことになるんじゃないですか？あ、そう、もうなんかもうメディアの対応、今日今朝からでもう分かった、もうそんなに連絡るんだったら1時から会見するから待ってっていうことでメディアの対応、朝の5時からなんか面白いな。the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up